はい、速稼塾の久保でございます。まあ今日もね、新型コロナウイルスの話題で持ちきりといいますか、皆さんから動画ですとかね、データとかいろいろ送っていただいて、本当に、私もね、情報分析が進んで助かります。何が本当で何が嘘かっていうのは個人個人が受け止めるしかないと思いますけども、私はね、一定のレベルでの警戒、いや最大級のね警戒をして、過ごしております。で、今回はですね、中国の政府の動きなんですけども、中国政府は春節といってですね、まあ、旧正月を祝う習わしがあるんですけども、これがですね、国を挙げてといいますか、これをやらない人はいないぐらいの盛大なものなんですよ。まあ、日本でいうとね、正月休みみたいなもので、正月休みを取らずにお仕事されている方はいると思うんですけども、そうではなくてね、中国の場合はもうほとんど例外なく皆さんお正月休みを取るということなんですよね。アメリカのクリスマス休暇みたいなものでございます。でも今回その春節をちょっと延長してですね、ちょっと皆さんお店とか会社をしばらく休んでくださいというお触れが共産党の方から出てるわけですよね。で、それがいつまでなのかというと、なんとね、2月10日まで商業活動を停止してくださいということで指示が出てるんですよ。まあ、ですんで、ほとんどのお店とかね、商店とか商店街とかで、まあ、お休みが目立つというところなんですけども、まあ、完全にね、休んでるわけではないんですけども、休んでるところが多いということなんですけども、まあ、ここで一つ言えるのがね、中国って国は経済活動を優先して、どちらかというと人命を後回しにしていたところがあるんではないかなというふうに思っていたんですけども、今回ですね、商業活動を停止してまで、2月10日まで、少なくとも2月10日ですよ、まだ伸びるかもしれませんけども、停止してまで、空港とかね、テーマパークとかそういったところを停止してまで、ちょっとね、このコロナウイルスに対しての対策を優先しようぜみたいなね、そんな指示になってるわけなんですよ。で、マスメディアもそうですし、報道もですね、通信も、それから駅とかね、電車もそうですよ。もう車とかも止まっちゃって、ガソリンスタンドも閉店ばっかりで、そこまでしてですね、これ多分ね、輸入とか輸出にも大きな問題が出ると思うんですけども、そこまでして、一刻も早くコロナウイルスをなんとかしないといけないっていうことで、国が総力を挙げてるわけなんですよ。まあこういうふうにね、経済活動を後回しにしてまで取り組むことなんて、ちょっとね、考えられないなと思ったんですよ。まあこの悪い意味でになっちゃいますけども、まあそういうことを考えるとね、非常に、危機を募らせているなと思うところでございます。そしてですね、アメリカは何をしているのかと言いますと、アメリカはアメリカでインフルエンザみたいなものがむちゃくちゃ流行っちゃって、こちらの方も新型コロナウイルスに劣らずかなりね、深刻な事態になっているということなんですよ。で、日本はどのようにやっていくかというと、いろいろと対応してるんですけども、まだね、一定の成果を上げていないというところなのかなと思います。そして、東南アジア諸国が中国からの受け入れをね、どん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 シャットアウトする中で、日本っていうのは、まだその辺が、曖昧といいますかね、緩いというか、まあ、昨日は一定のレベルでの入国制限をしたわけなんですけども、もうちょっとシビアに考えていかないといけないところもあるのかなと思います。そして何よりも、我々は国が何かをしているとかね、みんなが何かをしているってことよりも、個人個人で防御をしていかないといけないのかなと思います。本当に今回のコロナウイルス、かなり深刻ですので、皆さんね、普段の暮らしを送っているってことはかなり危険だと思った方がいいです。普段の暮らしではなくて、ちょっと警戒態勢でね、非常事態を過ごしているということで考えていったらいいんじゃないかなと思いますね。かなり深刻ですからね。皆さんのお住まいの地区には新型コロナウイルスどうでしょうか、広まっていないでしょうか。本当に1人からね、14人からさらにまた次の14人というふうに、バイバイゲームどころかね、14倍ゲームで広がっていくという猛威を振るってますんで、ご用心ください。そしてですね、しばらくは私の方もこれ最大級のニュースとして、速稼塾隠居 TV でね、コロナウイルスのことをずっと取り上げていこうかと思います。ちょっとね、稼ぐネタっていうのはしばらくお休みといいますか、ちょっとちっちゃいボリュームになってきますけども、ご容赦ください。それでは本日もいってらっしゃい。